愛子ちゃんだ。どうもこんにちは、あたりです。あ、視線を感じる。あ、誰かが助けを求めているんじゃないか。テイルズオブアライズプレイ実況続きです。前回かわいこちゃんが、いいな。なんだ、あ、そこで一つ頼まれてくれないか。ゴーレムって岩みたいなやつがいたろ、はい、そいつがいい武器の素材になるらしいんだ。まだまだはぐれが多くて武器は必要になりそうだからな。眼角片のやつを3つ持ってきてもらえないか。なんとかしよう。わかった。はい、了解。新たな武器を求めて、何度か戦ったけど、また戦う感じになるのか。一匹ずつしか倒せないから素材集めるの結構大変なんですよね。その辺分かってて3つも要求してきたんですか。え、なんすか。美意識の高い男。ああ、君はカラグリアを解放したというレナ人だろ。何？だったら何？すごい、ぜひ話してみたかったんだ。ねえねえ、いきなりで悪いんだけど、僕の格好ってどう思う？どうって言われても。簡素ね。そうね。なんていうか、まあ、簡素ね。うん。だよね、この服には美意識のかけらもない。まあ、布数枚じゃ限界があるわよ。僕はカラグリアが解放されたなら、この服からも解放されていいんじゃないかと思うんだ。え、脱ぐ？え？それは一理あるわ。確かに。だからレナ人の君に聞きたかったんだ。どうすればよりかっこよく個性的になれるかって。いい心がけね。誰かにも見習ってほしいわ。え？悪かったな。シオンちゃんファッション大好きだな。ねえ、僕にはどんな服が合うと思う？方向性だけでも教えてくれない？そうね。あー、攻めた服。そうね。人と同じようでは埋もれてしまうわ。個性的で攻めていくような服を着ないと。なるほど。確かに他の人と一緒じゃつまらないよね。わかった。攻めた服を探してみるよ。服が揃ったらぜひ君に審査してもらいたいな。ええ、覚えておくわ。シオンの衣装審査。前回あれなんだよね、あのかわいこちゃんが炎の門の向こうからやってきてパタッと倒れてしまったので、それを助けるために毒の元へ行ってなんか薬もらってこようぜみたいな話だった。あー、ちょうど目の前。ありがたいな。ウォルブスカラグリア解放後、スエド、あ、静かな、読めなかった、さすがに読めなかった。もう。やあ、ドク。ん？お前さんは。あ、そっか、仮面が。これだよ。鉄仮面だ。もっとも、今はアルフェンだけどな。名前を思い出したんだ。アルフェン？確か、スルドを倒したのはそんな名前の。それじゃあ、カラグリアを解放した英雄は鉄仮面。お前だったのか。いやはや、アルフェンだよ。それに俺一人でやったわけじゃないさ。だとしても大したもんだ。おまけにそんな顔をしとったとは。そちらはレナ人か。知っているのか。お前のことと一緒で噂程度にはな。半信半疑だったが、これも本当だったわけだ。ドク、彼女は。ありがとうよ。レナに礼を言うの。レナに言ったわけじゃない、あんたに言ったんだ。私は私の都合でそうしただけ。おっと、またツンデレが出たかい。もちろんそうだろうと。だがそれであんたがしたことが変わるわけでもない。お前さんたちはスルドを倒し、その結果わしらは解放された。それは事実だ。ありがとう、ドク。礼を言うのはわしの方だ。いくら感謝してもしきれるもんじゃない。それで、わざわざ世間話をしにこの年寄りのとこに寄り道したわけでもなかろう。ああ、相談があるんだ。ひどく衰弱している女の子がいるんだ。薬を探しているんだが、心当たりはないか。うん、衰弱となると需要競争の類か。
わしの手元にある薬草程度じゃダメだろうな。そうだ、キルド駐屯地はあさってみたか。いや、ここへ来るのに通り過ぎはしたが。デラ兵が逃げ出してすっかりもぬけの殻だそうだ。もしかしたら連中が残したのがあるかもしれん。なるほどね、行ってみる。その発想はなかったな。キルド駐屯地、キルド駐屯地、キルド駐屯地、この辺かな。よし、じゃあこっちから行くか。行きやす。うれしそうね。俺が？そうだな、そうかもしれない。よく知ってる人から感謝されて、やっと実感が湧いた気がする。あの老人も変わってるわ。ドクマか。そうかも。そうよ、私に礼を言うだなんて。あの年まで虐げられ続けてきたはずなのに、もうレナにへつらう必要もなくなったの。へつらったんじゃない。それにレナじゃなくてシオンに言うんだって言ってたじゃないか。それが変わってるっていうのよ。石でも投げられたらよかったのか。そうじゃないわ、ただ理解できないってだけ。まあその辺は人によるだろうな。目的地に着いたわよ。割り切れる人と割り切れない人もいるだろうし、ドクさんはたまたま割り切れる人だったっていうだけだろうしな。よし、じゃあ今日の初戦闘だ。行くぜ、かかってこい。突破するぞ。スイッ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 スイ。ありがたいね、こういうのも取っておいて損はない。あ、そうだ、ちょっと待って、スキルでさ、アーツゲージアップ、あ、取れない、取れないな。これちょっと取れたら取ろうかなって、ちょっと今日仕事中に考えてた。仕事せえよって話だけどね。うん、仕事中に考えてたんですよ。まあ、まだ取れなさそうだ。あともうちょっとだからな。ちょっと倒しながら行っていいか。やるしかない。スキルポイント貯めつついこうね。今なら。バクサイザン。スイッスイッスイッ。魔人剣。どうだ、見たか。何かに使えそうだな。どこだっけ。どこだっけ。あれ、通り過ぎた。通り過ぎた？あれ？本当？あ、ここか。この辺に何かないかな。何かないかな。あ！これか？私が知るわけないでしょ。迷っていても仕方ない。これを持って帰ろう。間違いないことを願うわ。また来るのはごめんよ。へえへえ。念のためツンツンする。ウルベゼクに戻る前に、ああ僕に見せて確かめた方が。なるほど、そういう感じか。え、ファストトラベルできない。やだ、ファストトラベルできない。手短に願いたいものね。あれ、どこ、出口どこ、あれ出口どこ、あ、出口だ。なんでファストトラベルできないかな。急にできなくなるのかな。あ、待って、まさか壁の向こう側から誰か来るなんてな。何者なんだろう、あの子。そんなに驚くような話じゃないでしょう。カラグリアの外にだって国はあるんだから。レナ人にとっちゃそうかもしれないけどな、俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ。壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても実感なんてなかった。水を差すようで悪いけど、その外の世界にも支配しているスルドがいることを忘れないで。ああ、分かってるさ。
あの子が何か訳ありだってこともな。それでも壁の向こうには確かに世界があった。分かってもらえないだろうが、それだけでも俺は嬉しいんだ。そういうことです。結構スキッと見逃すな。右下の方にさ、ちょろっとだけこう、ちょろっと今スキッとありますよみたいなのが出るだけだから。あっ、やめよ。よいしょ。あ、ちょっと待って、やっぱあれだな、回避遅れるな。おい、回避やっぱちょっと遅れるな。片付いたわね。行きましょう。あ、問題ない。どんどん行くぞ。邪魔よ。ほいほいほい、ほい、はい、はい、よいしょ、ほいほい、ほい、あー途切れた。せい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 、この調子で行きましょう。この調子で行きましょう。モスがあればすぐそこだ。あれ、ここだっけ。ここです。あまりモスガル来たことないから迷うな。うまいこと見つかったか。これだと思うんだが、見てくれ。どれ。ああ、これだこれだ。早いとこを持ってってやるといい。ああ、そうするよ。ああ、鉄仮面。ああ、いや、アルフェンだったか。この先もそちらの娘さんと一緒に行動するのか。ああ、そうなると。そうか、うん、何かが変わり始めているのかもしれんな。何かが、何がだ。ああ、わしにもわからん。ただ止まっていたものが動き始めた。そんな気がする。きっとお前たちについてあれこれ言う者もいるだろうが、すべきと思うことをせ、疲れたらまた帰ってこい。それまでは思うようにやるといい。ありがとう、ドク。ドクさん、いい人やん。こんな時代にあんなこと言える人いないと思うぞ。あ、ちょっと待って、またファストトラベルできないのかい。なんでだい。させてくれよ。そっか、まあ仕方ねえ。よし、戻ってきたぞっと。これで間違いないか。ええ、バッチリよ。本当に取ってきちゃうなんてさすがね。これであの子もすぐ良くなると思うわ。ありがとう。驚いたな、まさかシスロディアからの客とは。シスロディア？このカラグリアのお隣さん、五稜の一つだ。あの壁の向こうから来たとなりゃ当然ではあるが、本当によそから来たってやつに会ったのは俺も初めてだ。あの壁が開かれるのってごくたまにレナの輸送隊が通る時だけだったものね。その輸送隊に潜り込むようなやつもいなかったのか。いくら自分とこが地獄だからってわざわざ命がけで隣の地獄に行くやつはいねえよ。まあ、そりゃそう。名前はリンウェル、シスロディアの抵抗組織銀の剣に所属。組織の指示で仲間と共にここを目指し、ただ一人たどり着いたと。ここまではいいか。最近になって弾圧が急に厳しくなったんだ。それでカラグリアで革命が成功したって話が伝わってきて、それなら助けてもらえるんじゃないかって。ちょっと耳が早すぎない？気になるのは、まあ、でもなぜ彼女が来たのが今なのかってことだ。まるで狙いすましたようじゃないか。でも私たちが苦しんでるのは本当だよ。ここまで来るのだって命がけで。心配するな、
よくここまで来た。頑張ったな、たけし。おい、ジルファ。あ、ジルファ。あんたまさか。私は行くわ。アルフェン、準備なさい。了解。すべてのスルドを倒すために炎の剣を使う。そのために協力し合うという約束のはず。分かってるよ。まさか、レナ人、どうして。大丈夫だ。訳ありだが敵じゃない。お前のために薬を持ってきてくれたくらいだ。そんな、でも、だって。あら、まあ、まあ、レナ人は嫌いだろうな。いつ他領のレナが攻めてくるかもわからないんだぞ。それはあなたたちの都合、私には関係ないわ。アルフェンの炎の剣は切り札だ。カラグリアから出すわけにはいかない。ああ、彼がここに留まったところで私の同意がなければ同じことよ。あんたに言うことを聞かせるって手もあるよな、光目。できるとでも。私に触れることもできないくせに。やめろ。アルフェン、お前はどう思う？俺はこの国で奴隷が受ける仕打ちを嫌というほど見てきた。だから剣を取った。もしあれと同じことが他の国で起きているなら、何とかしてやりたい。ネアズの言う通り、敵がまた来る可能性は否定できない。だが俺たちの戦いがカラグリアだけを解放できればいいというものではないのも確かだ。すべきことは山積みなんだぞ。うん、だから選択肢は限られる。ビエゾの時と同じやり方で行こう。まあこういう時に誰もがイケイケどんどんじゃまとまらないしな。やっぱり賛成できないわ。そんなこと言ったところで今さら止められやしねえよ。分かってるわよ、そんなこと。本当に行くのか、4人だけで。ああ、留守は任せる。それがあんただものな。分かったよ、こっちのことはなんとか俺たちでやってみる。レナの残党の相手は引き受けたぜ。頼む。だがむやみに殺すなだろ。分かってるよ、あいつらと同じことを繰り返すつもりはねえって。大概こうなること分かってた。行くぞ。ん？あんだけ派手に炎の門壊せば隣の国だってね、すぐ分かるよな。ジルファと共に行動することになりました。あれ、リンウェルちゃんは？リンウェルちゃんは？仲間にはなってないね。本当に全てのレナ人をダナから一掃できるんだろうか。レナ人を一掃だと？だって俺たちが生きるためには。違うのか。お前の炎の剣を得て勝利がただの夢物語ではなくなった今、俺たちは敵の皆殺しを目指すべきなのか。それはだけど、死なないため、殺されないために相手を殺そうとする。相手はますますこちらを殺そうと躍起になる。その繰り返しの果てにあるのは何だ。だからむやみにレナを殺すなどガナルに言ったのか。連中が俺たちにしてきたことを許すつもりはない。だが自分で積み上げた憎しみに押しつぶされたいとも思わん。憎しみの形は様々だ。たった一つの答えで全て解けるとも思えん。がそれでも破滅が嫌なら探し続けるしかない。見つかるまで一生探し続ける。お前もそうしろ。自分自身の答えをだ。うん、わかるわかる。あ、まだ好きってある。ジルファ、あんたが戦い続ける理由は何だ。理由？紅のカラスに出会うまで俺の知っているダナ人は皆おとなしく奴隷の運命を受け入れていた。
いや、俺自身そうだった。けどあんたたちは違った。勝ち目がなかった時からすでにそうだった。なぜなんだ。別に難しい話じゃない。奴隷でいることを拒んだ、それだけのことだ。奴隷として死ぬより戦って死ぬことを選んだってことか。逆に聞くが、お前にとって奴隷で亡くなるとはどういうことだ。それはレナに支配されないことじゃないのか。ならレナに立ち向かい、志半ばで死んだ奴は奴隷か。俺に言われるまま、わけもわからず死んでいく奴がいたら、そいつは奴隷と何が違う。それは身分だけが奴隷じゃない。逆もしかりだ。俺の奴隷になるなよ、アルフェン。チルファさんのメンタルやばすぎない？どうしたらそんなメンタルでいられるの？まあさっきもジルファさんが言った通り、どっかで妥協点を見つけるしかないんだろうな。レナーとダナの関係にしろ、例えばこのシオンとアルフェンの関係にしろ。あの向こうに見えるのは何だ。城か。すごい。リエザとは別のスルドの城で。別のスルド。当然か。スルドは5人いるんだったよな。この辺レベル違うのかな。あ、レベル一緒か。レベル7あるわし。弱い者いじめは掴んでない。さっきもなんかこうドクさんの話でもあったように、何かが動き始めたってことはそういうことなんだ。まあ何かを感じ取ってくれたんだ彼。できれば共存の道をっていうのが綺麗事かもしれんけど、まあそううまくいかんの。リンウェルだろうな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくてフルル。フクロウの子フルル。フル。さっきの様子から見てもこのリンウェルちゃんはどうやらレナ人に対するなんか憎しみというか偏見というか、それも思ってそうだから。どう私なら落とせるの隙に。また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。なんかいろいろ手に入った。あ、これ監禁アイテムだな。ありがたいな。これまあテイルズなんかではよくあるというか、あ、なんだ。ハルフ、ハルフ。どうしたの、フルル。あ、あれれれ、あ、あ、あれだ。あれは衣装をくれるやつだ。こっちに気づいた。飛び回るズグルか、厄介だぞ。私には関係ないわ。シオン、撃ち落とすからその隙に仕留めなさい。結構何度も戦ってるけど、飛び回る敵も撃ち落としてしまえば取るに足らないわ。はい、はい、お願いします。ドドドン。何が誰が相手。よいしょい。ジュミナリアスはシュンコロです。あのズーグルども、何を襲っていたんだ。おこいつは。何。いや、ついでにしただけよ。倒さなければ先に進めそうになかったし。何が気に入らないのか知らないけど、私に触らない方がいいわよ。頼まれたって。リンウェル、シオンはそいつの傷を治してやったんだぞ。そんなの。
なんだか会話してるみたいだな。喜んでるんだと思う。他の袋にあったの多分初めてだから、もうフルル以外にいないのかもって思ってた。ハオハオ、あ、フルル、せっかく会えたのに。現にまだいたんだ。またどこかで会えるさ。うん、そうだね。ね、フルル。フル。ざまないな。おお、びっくりした。急にジルファさんがイケイケなこと言い出したから。あれどっちだっけ。この先か。あ、違う。え、あれ、あれ、この先だよ。こっちだよ。野営地だ。休憩するか。あ、誰かいるぞ。国境を越えるつもりなら準備は入念にするといい。ああ、やったぜ。アイテム作成もしてくれん。ああ、ライフボトル高いよな。ライフボトル高いんだよ。武器作成、まあ今のところ作れない。あ、そういえば眼核片を集めてきてくれって言われてたな。今行ける？今行けるかな？今行か、行っちゃダメか？今、ちょっと今やっていい？今やるわ。やっぱやめた。や、あ、やえする、やえしなきゃ。休憩しなきゃ。なんだ、ジロジロ見て。あなたの格好は、ダナの戦士なのかしら？そんな大層なもんじゃない。使えそうなものを使って、使いやすくいじっただけだ。洒落た嬢ちゃんに見られるとちょっと気恥ずかしいがな。いえ、右側に比重を置いているのは利き手だから。それもあるが、戦いばかりでいろいろガタが来ちまってるってのが本当のところだ。そうだったのね。利き手側の装甲を厚く。なるほど。あなたも戦いのことばかりね。シオンはよく毎回あんな風に銃を撃てるな。どういう意味？俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに比べて、なんていうか、その性格だ。別にそんなこと、単に銃がそういうものだっていうだけ。当たらなければ何の意味もないし。やっぱり意識して狙う急所とかあるのか？それほど意識しているわけじゃないけど、例えば飛んでいる敵は翼を狙うことが多いわね。あと翼もないくせに飛び上がる敵もいい的ね。避けられる心配がないから当てやすいわ。あなただって自由に飛び回れない敵の方が仕留めやすいでしょ。ああ、ひらひら好き勝手飛び回られるよりずっといい。戦いで敵の動きを封じるのは基本よ。まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも奪いやすい。本当に助かってる。別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦ってくれればそれでいいから。はい、そういう、あ、これはいいかな。休憩いいです。明日もよろしくな。よし、行こうか。あ、いる。メガネ、縁メガネ、メガネか。袋が意外といるもんだな。メガネか、そうか、ビジュアル。お、お、お、なるほどね。そ、で、え、ちょっとそれはちょっとあれじゃない？微妙なところにつけるな。いらね。よし、行くぜ。なんだ、地下道か何かか。わわわ、なんだこれ。
まがまがしいな。こういう感じの国なのか、シスロディアってのは。ここを抜けるのね。どうしたんだジルファ。ああすまん。それ指輪？女房の形見だ。女房って、あんた結婚してたのか。意外か。形見ってことは亡くなったの、そのレナのせいだ。決めつけるね。いや病気だ。薬が手に入らなくてな、あっけないもんだった。あいつにも見せてやりたかった、この先の世界をな。ジルファ。気にするな、言っておいてなんだが、別に珍しい話じゃない。でも、行くぞ。そういうことよ。ウルバンガン窟。階段や柱、どういう場所なんだここは。俺もここに来るのは初めてだからな。レナの輸送隊もここを使っていたんだろうが。にしては随分ボロボロじゃないか。シオンは何か知らないのか。知らないし興味もないわ。ここダナの遺跡だよ。ほら柱の装飾とかさ、ん、大昔のダナの衣装だよ全部。つまりここは300年以上前に作られたということか。うん、何のためのものかまではわからないけどね。俺たちの先祖もこんなものを作るくらいの力があったんだな。いつかまたダナの人たちがここを自由に行き来する日が来るんだろうか。しっかりしろ、そのためにお前は戦っているんだろうが。そうか、そうだったな。リンウェルちゃんは何かそういうのを知っているのか、詳しいのか、何か教育を受けているんだろうか。知識があるっていうのはそういうことなんだろうな。油断しないで。あ、いや、危なくても。ちょっと、よいしょい。お、いいね。よいしょい。全然 HP 減らねえ。ちょっと、なんか来る。どこかの毒食らってたんだ。全然敵に攻撃が当たらないというか、ダメージが通らなかったの。俺にも月が回ってきたな。はい、あいつ強いぞ、あのキノコみたいなやつ。なんかいた今。お前敵だったのかい。なんかしてくるなあいつ。あべ、空を飛ぶやつ。ありがとう。わかった。セーフ。ありがとう。攻撃が続かん。そして強い、普通に強い。そのような小物に時間はかけてられないわ。一度に一発倒したらいいんだろう。敵像のふりをするズーグルがいるなんて。ズーグルは自然の生き物じゃないらしいからな。他にどんなのがいるか想像もつかん。油断するなってことか。魔物ってことなんだろうな。それこそ精霊力みたいなものを元にして作られたとか。ずいぶん冷えるな。外はあんなに暑かったのに。多分シスロディア側の寒気のせいだと思う。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。そいつは大丈夫なのか。フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。多分
緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれ。あ、うん、そうだね。まず他人に気を許さないこと。お、なんだって。言葉通りの意味、どこに蛇の目がいるかわからないから。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。蛇の目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き、申し開きなんて聞いてもらえない。でも密告した方はご褒美にありつける。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙をうかがい合ってる。それで他人に気を許すなんか。俺たちはいいのか。それは。でもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし。地元よりよその人間の方がまだ信用できる。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。カラグリアと同じですよ。だから俺たちみたいなのがいるんだ。シオンさん、わかるぞその気持ち。すごくわかるぞ、うん、船、サーモンが取れた。待って、どこに行くんだ。ここから上に登るのか。よし、OK。要はそろそろ何か食べないと。え、お腹すいた。空腹ゲージなんてあったっけ。ないよな。よし、倒すぞ。こいつらなんだよな。弱い者いじめやすい。弱点があるかも。炎よ、まっすぐ。あっ、ひどくせえ。いいねー。決めた。よし、これで終わりだ。どの調子で続けなさい。言いたいことでもあるの。非属性か。非属性の技、何かの役には立つだろうさ。お前だ。なんか覚えられたっけか。ちょっと瞬人剣、この辺はあれだもんな。フラムエッジだから方天空、これもフラムエッジだよな。何か非属性の技があれば。ないないか。そっか。おっ、称号取る条件があるな。まだまだ取れなそうだけど。バーンストライク覚えさせよう。バーンストライク、非属性でバンバン攻撃してほしいな。あとはまあこんなもんか。ちょっとじゃあシオンちゃん、あれか。オッケーオッケー、いいぞ。
コンピューターでオートだから、まあ全然ぐちゅぐちゅ言っとりますがな、倒せるようになりたいな。楽勝で。スイスイスイ。よいしょ。よっと。スイスイスイ。お願いします。もう一丁。はいよ。スイスイスイ。はい、オッケー。お願いします。その調子で続けなさい。わーい。言いたいことでもあるの？邪魔ないな。あっちか。いっぱいいるな、キノコが。ちょっと避けていくか。あ、なんかあそこ。えい、よし届いた。お、筋力原石。お。あ、なんか。なんかあるぞ。ここは近道、うん、これなんだ、なんかある。ちょっと行くか、行ってみるか。あ、ちょっとめっちゃ威嚇してくるじゃん。すまんな、君たちに構っていられないんだ。何かあるなら探す、それがちょっとした冒険ってやつだろう。よしよし、キノコキノコ、わーい、ぐちぐちいる。宝箱があるな。じゃあ行くしかねえな。あっけねえもんだ。ジェルバーさん、そんなキャラなのかな。戦いになると興奮するタイプなのかな、もしかしたら。なんだ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 、あ、あれ行き止まり違うな。こ、届かない。いいや。いいや。あれ？ん？なんだ？あ、下か。ん？なんだったんだろう。影を見誤った。後ろは？なんもない。遠回りしてきただけ。いや違うな、この先になんかあんの。あのズーグルならやめておきなさい。あ、はい。力不足か。そういうことか、強いやつがいるってことだったのか。なるほどね、覚えておくわ。あ、めっちゃぐちぐち言ってるじゃん。あれ、こっちで合ってる、合ってるよな。すいませんね、通してくださいよ。面倒そうな相手は全力でいけそうだ。お願いします。油断しました、完全に。お願いします。決めた。あ、いいよ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。まだいる。言いたいことでも。退けはしたが、敵が強い、敵が強いんです。大変よ、意外と。もう少しで出口、そしたらシスロディアだよ。どうした、また考え事か。俺たちはビエザを倒してカラグリアをレナから解放した。
今度はシスロディアのダナ人を助けようとしている。苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思う。だけどその先のことはどういうことになるんだ。いい質問だ。数でならダナはレナを圧倒しているが、武器を取る者は少ない。その武器にしてもレナのものに遠く及ばん。仮にスルドを全員倒してダナ全土を解放できたとしても、まだレネギスとその後ろにレナの本国が控えている。今連中が本腰を入れて反撃してきたら俺たちに勝ち目はない。たとえ炎の剣がどれほど強力であったとしてもだ。そんな、じゃあ私たちは望みのない戦いを挑んでいるの？明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない。戦うことでもう一日生き延びられるならその価値はある。その一日を使って明日勝つためにできることをするんだ。より現実的な話をすると、連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは俺たちが必要だからだ。だから連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ、交渉の場に引きずり出す。レナと交渉するの？気持ちはわかる。だが俺たちが生き残るにはそれしかない。話は終わった。先を急ぎたいのだけど、シオンはどう思っているんだ？全てのスルドを倒した後は。私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない。答える必要はないわ。隠すね。僕もそれ知りたいんだけどな。お、動けた。このリンウェルちゃんがアルフェンやシオンちゃんをこう餌としてスルドに差し出さないことを祈るわ。ここがシスロディア。主婦まではどのくらいだ？まだだいぶ先だよ。ズーグルもカラグリアとは違うから気をつけて。わかった。これは離れず進んだ方がいいな。ああ。おいシオン、密集して襲われても銃では反撃しにくいでしょ。あなたたちの後を追うわ。そうか、わかった。なんだよ、カラグリアじゃだいぶ打ち解けてたじゃないか。あのね、ここは敵地よ。いつまでも浮かれ気分に浸ってもらっては困るの。気にするな。あいつなりのけじめってやつだろ。それに考えてもみろ、茨があるあいつに関わろうとする人間が過去にそういたとは思えん。そんな相手に痛みを感じないからってお前は近づきすぎたのさ。そういうものか。あいつは一人でダナに来たんだ。だが一度でも故郷を思う素振りを見せたか？いや。それだけであいつが並ならぬ事情を抱えてるのは分かるってもんさ。そうか。それを含めて支えてやるのもお前の務めってことだ。これから長い付き合いになるだろうしな。仲良くやれよ。仲良くって。さあ行くぞ。イチャつけってことですか？別に仲がいいってわけじゃないのは分かったけど。なんだよ、見たことないんだ。大丈夫なのか？おいおいおい、リンウェル、あまり前に出るな。いつどこからズーグルが現れるかわからん。大丈夫だよ、来る時だってなんとかなったし。いいから下がっていろ。そんな、ダメだよ。私が頼んで来てもらってるのに。お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を引き受けるのは老いぼれの役目だ。でもお前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならん。それまで元気を取っておけ。うん、ありがとう。でも確かにどうやって通り抜けたの？
ズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど。何かうまく隠れる技でもあるのか。ああ、うん、そうそう、私ってほらこう見えても結構すばしっこいから。そうか、何にせよ運も良かったんだろうな。すばしっこいね。一回じゃあこの辺で終わらせとくかな、今日のところは。え、今何分ぐらいだった？ちょっと確認してくるわ。すげえ微妙な時間だったわ。ちょっと一回じゃあ戻って、あ、戻ったらダメかな、戻れないか。ちょっと一回チェックポイントまで行きたいな。チェックポイントない？あ、できた。よし、一回戻るわ。よし、じゃあちょっと眼核片を3つ集めて持っていこうぜ。戦うぞ。弱い者いじめはつかんのだ。よいしょ、任せてくれ。あっぶなんでだ。やだ、レンガで道野郎の背後を取れ。あ、バーストライク。僕何もしてないです。俺にも月が回ってきた。そっか、なかなか出ないな。どうだ、力がみなぎってくる。出ねえ。これで終わりだ。どうだ、落とせ落とせ落とせ。なんでだ、すごいな。何かの役には立つだろうさ。なんでそんなに出ねえんだ。なんか条件があるのか。これで終わりだ。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。何かの役にも立つだろう。出た。何が条件、なんか条件があったのかな。ブーストブレイクか。行くわよ、魔王。このまま落ちてるぞ。あとは俺に任せろ。まだお前たちの時代にはさせねえよ。また一つ乗り越えたな。お、ああ、自由の味はどうだ。コアブレイクすると、コアブレイクか、狙っていくべきか。ざまないな。あ、出た。よし、戻ろう。うん、持ってきてくれたか。これでどうだ。ああ、これでいいか。よし、助かるよ。こいつと他の素材を組み合わせればいい武器ができそうだ。あんたのおかげで今や誰もが自由に領内を歩ける。その安全を確保するのも俺たちの務めだからな。俺もできる限り協力する。また何かあったら言ってくれ。ありがとう、レナのあんたにも感謝している。アルフェンが勝手にやっただけよ。まあ、あんたたちも強力な武器が必要になったらズーグルの素材を集めるで。あ、特に何か新しい武器が作れるようになるとか、そういう感じじゃなかったんですね。はい。素材が違えば出来上がる武器も変わるか。それぞれの特性を生かして作るんだな。そうだな、新しい敵を倒して多分新しい素材も手に入れたはずだし。先を急ぎましょう。はい、ちょっと見てみるか。属性強化もあるね。そうか、異様な骨格。え、あ、1,2 ってレア度か。そうか、 1,2,3 初めて見たな。4もあるぞ。なるほどね。よしよし、そのうち作れるようになるだろう。はい、それじゃあ今日はこのぐらいにしとこうかな。俺の剣は何でできているんだろう。どんな素材と相性がいいかな。爪か、牙か。まるで聞いていないわね。それじゃあまた次回、バイバイ。